高句理工大王妃の名文、金石学は、碑文研究の一種で、中国古代の青銅器や石碑などに刻まれた名文や、画像を研究する学問のことを言う。その研究対象は、先進の金、金絵、遺跡、旗の始皇帝が、中国各地に建てた、石刻、漢大の画像石、以降の時代の母碑、母子名、新刀碑、記事碑、設計、同教や古銭などである。 墨田八万宮人物が増強中国における近赤学の創始者は北宋の王与治であると言われる。王与治は金石や石国の拓本を収集して研究し、周古六伐を十巻を占した。その後、総代の劉明らが古道記の研究に、記形、文字、歴史の三角があることを提唱した。また、基層皇帝は、千和弘小図を作らせ、 企刑の研究に資した。現在使用される古道記の名称の多くは、この書に由来する。さらに、南宋の説久吉が、歴代書金井駅鑑式法上20巻を表し、文字の解読を推し進めた。しかし、総代の後の元明世には、盛んではなかった。新代に交渉学が発達すると、金石学も再び盛んになった。 交渉学者の祖である、古典部に、金石文字記六巻、周尊に、金石文字罰を6巻がある。信代の金文研究としては、1000に、16長学童古機関式校四巻がある。本書は、文字に優れ、金文解読において、新境地を開いた。また、帝王伝は、修来を中心とした、古典中の器物の否定に優れていた。 新末に出た、五代長は、次節一巻、説問古中表十四巻他を表した、金文の天才的な解読者である。従来の伝統的な語尾を多く訂正している。新代の石刻研究としては、千隊金の、千剣道金石罰を二十巻、武国の、樹道金石文字罰があり、筆元の、漢中金石器、中須金石器や、 元元の両説金石氏が表され、地方別の節国の収録が成功した。その一方で、時代別に収集する傾向も現れ、王朝の金石厚む編160巻が集大成した。その補い編としての金石続編21巻、陸蔵賞の8形質、金石補正がある。新末から中華民国初期には新たに、 甲骨文字の研究も始まった。また、王国医が死である、羅神玉の収集計記した資料を利用して、地形学、金文学に新知見を加え、金文解釈一辺倒の新朝の金石学部から、脱却し、上古史研究を進展させた。その他、芸術家として、著名な長子験やご小席も、金石学部に携わった。中華人民共和国記には、 各松尺や、姿かの江、女中女、ご希少、地に夢家といった人々が、王国位の額を、継承発展させた。中国以外では、カールグレンや西川康浜田耕作、梅原松次、白川聖、東の春雪らに、金石学に関する業績が見られる。ありがとうございます。